はい、どうもこんにちは、森本です。今日はですね、いざという時使うかもしれないこちら発煙筒 の使用方法を、ちょっと確認していきたいと思うんですけども、まああのね、いざという時ちょっとこの使い方わからないとね、あの非常に困るので、今回はですね、この動画を使ってですね、あの確認していただいて、まあ、何かあった時あの焦ることなく、このじゃ発煙筒を使うことが、できると思うので、今回はそれを紹介してい、いきたいと思うのでよろしくお願いします。はい、まずはですね、ちょっとね、発煙筒の概要を説明していきたいと思います。で、発煙筒はですね、法案基準では、夜間 200m 離れた距離から、確認できるね、あの赤色でなければいけないということですね。赤色を発するものでなければいけません。で、あのこちらに書いてあるように、有効年月、これちょっと2000年でちょっと古いんですけども、このようにですね、あの有効期限があります。あの多分ね、あの中の火薬が仕切るのかな。まあとりあえず有効期限があるので、この有効期限が切れているものは、交換してください。で、あのですね、ちょっとね、最近はですね、このようにね、電池で動くね、こういう非常用信号灯、あの発煙筒もありますので、まあこちらもね、ちょっと後で実演してみたいと思います。まあ、まずはですね、こちらですね、まあ、一番多く出回っているであろうこのタイプの発煙筒をちょっと実演していきたいと思います。はい、で使用方法なんですけども、一応ここにもね書いてあるんですけども、まあ難しくないです。はい、まずこれの蓋をこうですね抜きます。このケースですね、ケースを抜いたらこう反対側に差し込みますね。よいしょ、こうですね。はい、これで持ち手ができました。そしたらですね、この先端の白いキャップ、よいしょ、これを抜きます。はい、外したらですね、ここにねマッチのね頭みたいなのがあって、こちらでね擦るんですね、マッチのようにシュッと。もうこれだけでもうここから、火が出てね、もう発煙筒が火が出て明かり、あの明かりが出ます。まあ、こういうのが使用、あの、使い方になるんですけども、ちょっとね、一度実演、実際にちょっと発煙筒つけてみたいと思います。はい、でですね、こちらが電池で作動するタイプですね。こちらの方がね、まあ、使用方法は簡単で、ここにメインスイッチってあるので、これをねひねると、はい、このように点灯します。でここのボタンを押すとですね、ここに点灯パターンが変わるんですね。点滅するのと、あ、このライトになりますね。ここがライトになるのと、点滅パターン、常時点灯パターンって、このようにパターンが変えれます。こんな感じですね。はい、これ。で、またひねりを戻せば止まるという。こういうタイプも最近は出てますね。で、一応ね、ここ電池、いや、電池じゃない。これ磁石になってますので、車体にね、こうやってバチンと止めてね、そういうこともできますので、立てることもできます。はい、最近はこんなものも出ています。はい、今回の動画は以上になります。で、今回使った発煙筒は使用期限がかなり切れてたので、あの点火するのにねかなりちょっと手間取ったんですけども、まあそういう意味でも込めてですね、使用期限は守ってですね、あのどん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 新しいものに入れ替えていった方がいいと思います。で発煙筒結局つけても火が出ますので、例えば事故であたりにガソリンが散乱している状態でこう火をつけてね発煙筒を使うのは非常に危険なので、まあこれはやめておいた方がいいですね。でかなり煙も出ますので、まあなんか閉鎖された空間とかで使用するのもね、やめた方がいいと思います。まあ、これが発煙筒を使う際の注意点ですね。はい、これに気をつけていただければいいと思います。はい、今回の動画は以上になります。この動画がいいと思ったら高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。